香川県第一区は日本の衆議院における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2017年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。2013年公職選挙法改正から2017年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。 1994年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。第41回で新進党から出馬し落選した平井拓也が第42回では自民党系無所属として公認候補の藤本隆夫を破った後自民党へ入党しその後議席を守っていた。しかし第45回では 第44回で、比例復活していた、民主党の小川厚也に敗れ、比例復活に回った。第46回、第47回、第48回では平井が議席を獲得したが、小川も比例復活している。第49回は平井が12年ぶりに小川に敗れ、比例復活に回った。小川は2021年12月に、 立憲民主党の政調会長に就任した。第49回衆議院議員総選挙10月31日、香川県第1区時の内閣、第1次、岸田内閣解散日、2021年10月14日、公示日、2021年10月19日当日、有権者数、313,296人、最終投票率。 57.52%第48回衆議院議員。総選挙10月22日香川県第1区時の内閣第3次安倍第3次改造内閣解散日。2017年9月28日公示日。2017年10月10日。当日有権者数31万4240人。最終投票率52.85%第47回衆議院議員。 総選挙12月14日、香川県第1区次の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、2014年12月2日、第46回衆議院議員総選挙12月16日、香川県第1区次の内閣、野田第3次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、2012年12月4日、 第45回衆議院議員総選挙8月30日。香川県第1区次の内閣、麻生内閣解散日。2009年7月21日公示日。2009年8月18日。第44回衆議院議員総選挙9月11日。香川県第1区次の内閣、第2次。小泉改造内閣解散日。2005年8月8日。公示日。 2005年8月30日第43回衆議院議員、総選挙11月9日、香川県第1区次の内閣、第1次小泉第2次改造内閣解散日、2003年10月10日、公示日、2003年10月28日第42回衆議院議員、総選挙6月25日香川県第1区次の内閣、第1次森内閣解散日、 2000年6月2日、公示日、2000年6月13日第41回衆議院議員、総選挙10月20日香川県第1区次の内閣、第1次橋本内閣解散日、1996年9月27日、公示日、1996年10月8日。ありがとうございます。